長生きは長い。何の話だよ。今まではデカキャラだったが、ルキナでどれだけ戦えるかだぜ。ハイスペック人型剣士でヒロインになりますよね。そうそう、まあルキナ倒せたら大体大丈夫だろ的な。まあ実際そうですしね。性能自体は素直なので練習台に重宝してます。勝てるとは言ってない。悲しいかな。うまいルキナ本当にバック強ですからね。ちゃんと立ち回り意識しないとやられるから、そこあたりジョーカーとかウルフと違うイメージあるぜ。せーの、あーすごい音。大ジャンプ機材いただきました。100% 近くでも決まるんだな。微妙な調整しなくていいのでこれぐらいが当てやすいです。はいはい。惜しい。後ろに引かれましたね。あれ以上追ってもいいものかどうか。一応距離は届くんですけど、何かしら小突かれただけで死んでしまうので怖いですね。どこまで行ってんだよ。 GF のステップが予想以上にでかかったので、まずい。押されてきてるな。今の完全に見透かされてましたね。あ絶対復帰阻止来ると思って上から帰りました。だが結果は上で待たれて横島とまた裏目に出てしまいましたね。ああいうさっきのところで寝てを決めたいんですけど、上手い人はほんと寝てを逃さないからな。あー膝までは良かったんですけど追い上げられてます。風下多いから動き見切られてきたんだろ。このままだとつけ焼き場なのがバレてしまう。お前の CF つけ焼き場なのか。途端にナックルに逃げるな。あーどんどんボロが出てくる。流れが悪くなったらナックル放すのは三流だからな。なんかその辺は EU と変わらないですね。実際それで強かったけどな。あーすごい音。何もしない子には膝で追い打ち。綺麗に決まったぜ。タクが多くなって当てるのは難しいですが、当たった時の快感といったらそりゃもう、そりゃ気持ちいいだろうな。けど派手さとは裏腹にそんなに有利取れてないのが心配です。さっきも膝決めたから逆転したが、普段の立ち回りは普通に押されてるからな。危な、チャンスだぜ。もうちょっと打ってもよかった。危な。ルキナのひたすまこんなに食らうもんなんで。神は言っている、ここで死ぬさだ。あのな、まさかの2連続上読みは予想外すぎました。お相手さんが裏外したので続けてください。お前な、相手が裏を強気に呼んでくるのか、はたまた復帰阻止が苦手だから安泰の上回避を狙うのかって感じだぜ。食う前来るだけで復帰阻止苦手とかあります？知らねえよ、本人に聞け。強気に呼んでんだろ、こんなに動けてんだから。そりゃそうですよね。せーの、強力の末外してんじゃねえよ。あれで決めれたら強力の末下という新たなワードが生まれたのに。そこで外してるうちはまだまだだぜ。上手い人は強力ながらもきっちり当てますからね。そしてメテオはもっと相手に、同じ戦法で3立てされんじゃねえの。またエルシャダイが脳裏に浮かびましたよ。リアルで。そして今のは助かりました。今度は空前振ってきたな。チャンス、空後でいいだろ、空後でいいだろ。